どうぞ。失礼します。はい、じゃあ、ここに並んでもらって、受験番号と名前を言って着席してください。じゃあこちらからどうぞ。受験番号1番水谷真奈です。よろしくお願いします。受験番号2番船坂明日香です。よろしくお願いします。受験番号3番平松誠也です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあここでちょっとストップですね。見えますか？座り方ですけど、この人足組んでますね。足上げて、こんな感じで足組んでます、この人。まあ、こんな人いないんですけども、まあ、こんな姿勢してたら印象は良くないですね。まあ、基本的には足、まあ女の人だと閉じるんですけど、まあ、足しっかり地面につけて、ここもなるべく浮かした方がいいかと。ずっと持たれてるのは良くなくて、ちょっと浮かして背筋伸ばして立っていくのがベストですね。座り方とかもちょっと見てます。では次、まあ、まず聞くのは志望動機は何ですかというふうに聞きます。じゃあそちらの方からどうぞ。私はずっと小さい頃から保育士になりたいという夢を抱いていて、自分の母園に就職したいと考えていたので、就職率の良い機構を選びました。はい、はい、私はオープンキャンパスやで失礼しました。オープンキャンパスの時の先輩や先生の話を聞いて、学校の雰囲気が自分に合っていると思い希望しました。家が近く、交通の便も良いので、朝遅くまで出られるなということで受験しました。本当ですか？いや、本当は車で通ってるんで、早くしないといけない。あんまりそういうことは、あんまり良くないと思います。やっぱりあんまり推薦、入社から行ってこいとか、そういうね、自分の気持ちが出てないことは、あんまり言わない方がいいかと思います。なので前の2人みたいに音楽の特徴ですね、就職率が高いからとか、実際オープンキャンパス来てとか、そういう、ね、やる気がありますよと、調べてきましたよとか、オープンキャンパス来てますよっていうのをアピールしていくといいかと思います。はい、私の趣味はスノーボードに行くことです。いつから始めてるんですか？高1の冬から始めました。だいぶ上達してるんですか？少し。はい、じゃあ次の方どうぞ。今までの人と同じです。となるとあまり印象は良くないですね。前の人と同じであったとしても、ちょっとはニュアンスを変えたり、強調したいところを変えたり、スノボをいつからやってますとか、何級持ってますとか、まあね、あまり同じですという答えはあまり、ね、その人の人物分かんないんで、ちゃんと伝えた方がいいかと思います。なので なるべくもちろん同じこともあると思うんですけど、私もじゃなくて私はっていう形で、私はこういうふうに思っているとか、私はこうなんですっていうことを言えたらいいと思います。じゃあ最後ですけど、長所短所はどこになりますか？じゃあ、3番の方だけ答えてください。はい、私の長所は面倒見のいいところです。私には小学生の弟と妹がいるのですが、よく学校から帰った後一緒に遊んだり、両親の帰りが遅い時はご飯やお風呂の準備をしてあげていました。短所は我慢ができないところです。人の話を黙って聞いたりすることができず、晩ご飯を待てず、妻に無視してしまうことも多々あります。はい、長所はすごい良かったんですけど、
短所はあんまりいい印象ではない。長所はしっかりですね、面倒見がいいということを伝えてくれて、あ、向いてるかなというふうに思うんですけど、短所は我慢しきれないということで、まあ、あんまり、ね、あんま短所は、まあ、正直言うのはいいんですけど、アピールまではしなくていいです。例えば、まあ、我慢、ね、できないっていうのを持ってたとしても、まあ、言い方として、まあ、昔は我慢できなかったんですけど、まあ、いろいろ部活とか経験してきて、そういう我慢強くなってきて、今後もそういうことを直していきたいと思いますとか、そういうふうに、まあ、そのマイナスの面をプラスに向けて言うようなことがポイントだと思います。はい、じゃあこういう形で何個か質問をしていきます。当てる順番はこちらからどうぞと言ったり、反対側からどうぞということもありますし、あなた、あなた、あなたというケースもあります。それは面接官によって違うと思います。なので、突然フラッグも大丈夫なような構えが必要になります。あとですね、順番で回ってきた時も、まあ、キョロキョロとかしないようにした方がいいと思います。他の人が発言してるのも、他の人の様子どうかなって見てると思うんで、まあ、ちゃんと姿勢正しく、ずっと下見たりとか、そういうことも、まあ、ちょっと控えた方がいいと思います。はい、じゃあ、まあ、これは何回かやり取りして、じゃあ以上です。じゃあ皆さんありがとうございました。ということで、立ち上がってください。あ、じゃあ退出してください。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、練習してください。まあ、元気よくいた方がいいですね。失礼します。失礼します。というふうに、何も言わずに出てくるのは良くないですね。ちゃんと、最後まで演説官は見てると思うんで、まあ、ちゃんと面接官の方向いてしっかりお辞儀をして、まあ、行くのが、まあ、いいですね。まあ、そういうような感じで面接っていうのを行います。で、まあ、今いろいろ悪い例も出せたと思うので、まあ、これを参考にしていただければいいかと思います。でも私たちとしましては、あ、もう少しリラックスしていいのにっていうのは常に思っております。うん、緊張する場面でリラックスするっていうのは大変なことかもしれないけれども、何かと言いますと、せっかくいろいろ準備をしてきても、うん、緊張してるために、うん、自分の良さが出なかった、これとっても残念ですね。私たちが何のために面接するかといったら、やっぱり先ほど松田先生がおっしゃったパワーポイントの中にもありました、人を育てる仕事に就くわけです。と応援する仕事に就くわけですね。ですから、紙に書いたテストももちろん大事ですけど、どんな人かなっていうのを見るのが一番の目的です。面接の目的ですね。ですから、その人の一人一人の、一人一人が持ってるいいところを緊張しちゃって出せなかったっていうのは残念ですね。リラックスする、ちょっと笑顔を作ってみて、笑顔に引っ張られて自分の心も少しリラックスしていくっていうことがありますから、ちょっとこうニコッと笑ってみて自分の心を和らげてみてください。そうするといいかなと思います。あと、さっきほど田中先生の方からもありましたけど、丸書きっていうのはやっぱり気持ちが伝わってこないですね。まあ、台本通りに読んでても気持ちは伝わってこないので、まあ、その人本当にそう思ってるのかなと思ってしまうので、また一回ポンって飛んだらもう真っ白になってもう何も出てこないということもあるので、丸書きはちょっとやって、じゃあどうしたらいいかというと、まあ、ポイントを箇条書きにして、こういうこと、こういうこと、こういうことを言おうというので、あとここのつなぎは自分の言葉でつないでいくというのが大事になります。今話してる私でもこういうポイントを押さえて、あとのつなぎは自分でその場で書いています、ね、だからポイントを箇条書きでして自分の言葉でつなぐというのがポイントです。あと、知ったかぶりですね。知ったかぶりは
やめたほうがいい。まあ、あまり学力試験じゃないので、人物評価なので、そこまでわからないと言ってもいいかと思うので、まあ、わからないものはわからないと言いましょう。まあ、調べて、まあ、ここの特徴とか知っておくべきことだなっていうのは、あんまわからないという評価、ちょっとね、良くないかと思うんですけど、まあ、分かる範囲で答えようというそういう意欲が大事かと思います。でもしその後突っ込まれてきたらどんどんね、うわやかやかになってしまうので、下かぶぐらい。あと話すこと多すぎとか、あと少なすぎもあんまり良くないので、まあ、あんまりペラペラ喋ってもらっても5人とかいてペラペラこの人だけで喋ると他の人が全然喋れなくなるんで、その辺周りを見れる、ちょっとその状況判断能力とか大事になります。まあ、適切な量で言うと、で少なすぎっていうのもあまり良くないですね。こういうのもよくありますが、あまり喋らないと本当にここ入りたいのかなというふうに思ってしまうので、まあ、適切な量で言うと、あとは結論ファーストということで、結論をまず先に言う。施設に入りたいんですか、まあ、将来幼稚園に入りたいんですかって聞かれたら、幼稚園ですって言って結論を最初に言って、あと内容、なぜならこうだからですというふうに言った方がいいですね。これを幼稚園はこういういいところがあって、まあ、こういう経験をしたいんで、保育園はこういうところがあって、施設もこういうところがあって、最後に幼稚園ですって言うとあんまり印象が残らないので、最初にバンと結論を行くのが基本です。あとこれもありました、大げさな身振りということで、もうどんどん熱くなってきてこうやって言う人とか、男の人で今までいました。なので、まあ、これは政治家じゃないんで別にそこまでっていうので、高校生らしくということで、まあ、身振りというのはそこまで必要ないかというふうに思います。あと提出された書類と異なってくると、ちょっとまずですね、まあ、趣味音楽って書いてるのに、面接の時にスポーツって言ったらあれって思うんで、まあ、提出物はコピーをちゃんとしておきましょうと。あとそんなに心配しなくてもということで、あと言い間違いや言葉に詰まっても大丈夫です。先ほども一人詰まって失礼しましたっていうふうに言って言い直してたんで、全然そういうので問題ありません。もちろん面接官みんなが緊張していることは十分知っているので、大丈夫です。まあ、言い直せば大丈夫、失礼しましたって言い直せば大丈夫で、落ち着いて、まあ、ゆっくり言いましょうと、焦らなくていいですよと。あと緊張のしすぎとか、赤面ということで、まあ、そういうことはマイナス評価には特になりませんで大丈夫です。まあ、けど練習をしてきて緊張を少しでも少なくするのが大事かなと思います。まあ、緊張するのでちょっとうまく話せなくてすみませんとか、まあ、そういうのを正直に、まあ、言ってもいいですよというのがあります。じゃあ最後に、気持ちっていうのは伝わりますね。なのでちゃんと気持ちを込めて、ここに入りたいという気持ちがあれば、その表情とか態度とか内容にも伝わって出てくると思うので、気持ちを込めて言えばいいと思います。よくここの学生が就職試験を受けるときも、私は気持ち入れて行ってこいとか、まあ、そういうことを言葉掛けするので、あと気持ちを入れるといいと思います。まあ面接官に絶対入ってほしいと思われたら感じですか。5分間の面接でもやっぱりいいなという思う子はいますので、5分間だけでもここに来てほしいなと思う子はたくさんいます。なのでそういうふうに思われるように頑張ってください。まあ、最後に準備はしっかりして、当日はリラックスして臨んでください。じゃあもうあと1ヶ月2ヶ月ですけども頑張ってください。